ほら、なんか痛みがない。股関節この辺だったんですよ、ね、そう押さえてるのがすごいスッキリしてるんですよ。してる。仕事の人とかだったらここはね、もっと硬いんだけどね。あ、そうですか。うん、足曲げますよ、こうしますね。怒られるし、確かに痛いけど、ね、本当にこれが痛くなくなったらいいのに。痛くなくなるため、あの、まあ、なんていうのかな、今日ね、お車とかお持ちですか？はい。今日5万キロぐらいエンジンオイル交換してなかったみたいな感じ。これ終わった後でかなりスッキリするのが分かります。今言ってもちょっと届かないので後でまた喋りますね。動画通りだったでしょ。本当に。で、YouTube だから大げさにしてたこと思ってたけど、そんなこと考えない。考えられない。叫んじゃうね。叫んじゃう。になって休みましょうか。
聞いて。そうすると、つながさん、ほら、めちゃめちゃ柔らかいわ。本当に本当に、おう、おうだ。おうだより。ということは、足の疲れから背中の疲れって上がってきたんですよっていうのがわかるんですね。もうちょっとね、背中の筋肉とか痛めますね。むしろ背中気持ちいいぐらいですね。めっちゃ気持ちいいですよ。本当に同じ力ですか？同じ力です。本当に？本当に。超気持ちいいでしょ。超気持ちいい。持ってる。モーテツ世代なのは足元だけなんです。足が本当に痛い。そう。人間の体って 70% ぐらいやっぱり足の筋力が強いですから。関係のストレス、あいつ。誰か聞かないよ。思い当たり、あの、そいつ。カラオケでストレスかもしれない。